佐々木力は、日本の科学史学者、東京大学教養学部教授、大学院総合文化研究科教授、中国科学院教授、中部大学中部高等学術研究所特任教授、神奈川県和産研究会会長を歴任した。専門は科学史、科学哲学、特に数学史であり、日本オイラー研究所名誉所長なども務めた。また、 反時代的な社会主義者を自称するトロツキストでもあり、日本人独習研究会会長も務めた。また、球場科学者の会呼びかけ人を務めていた。宮城県上郡小野田町出身。宮城県古川高等学校、1969年、東北大学理学部数学科卒業、同大学院理学研究科博士課程中退。 1976年からプリンストン大学に留学80年 PhD。東北大学在学中に学生運動に関わり、その経験から形式的、構造主義的な主弁的近代、数学への会議を持ち、近代科学を捉え直す科学史へ転校したという。1969年、東北大学理学部数学科を卒業し、 大学院理学研究科数学専攻に学んだ後、プリンストン大学に留学して、トーマス・クーンなどの下で学び、ルネ・デカルトの数学思想を扱った、デカルト・エス・マセマティカル・ソートによって、歴史学専攻の PhD を取得した。1980年に東京大学教養学部講師となり、1983年に助教授、1991年に教授となった。 2005年にセクシャルハラスメントを理由として2ヶ月の停職処分を受けた。2010年3月に東京大学を退職した。その際、東京大学名誉教授の称号は得られなかった。2012年から中国科学院教授。2016年から中部大学中部高等学術研究所特任教授。2020年、神奈川県和産研究会会長に就任したが、 同年12月4日、消化管出血のため死去、73歳没、同月10日に発行された数学的真理の迷宮会議主義との格闘が遺作となった。佐々木はフランスなどの外国を引き合いに出して、日本を批判する手法から、和田春樹から、排外主義者とレッテルされており、この場合、外国を崇拝するという意味の排外主義者だという。 これに関して本人は、それほど間違っていないと述べている。東大教授時代の2005年にセクシャルハラスメントを、理由として2ヶ月の停職処分を受けた。これに対して、佐々木は、著書、東京大学学問論において、植草和秀と同じように自分は、御用学者ではないから排除されたのだと釈明している。これに対して、小屋の厚氏は、しかしそれなら、小森洋一とか、 石田秀隆とか、そういう人はなんで罠にはまってないんでしょうね。と疑問視している。本件を理由に、国際主義労働者全国協議会を除名された。なお、週刊新潮から、セクハラ疑惑を報じられたが本人は、悪名高い、世間では、ハイエナ氏という評判、ハイエナ週刊誌と罵倒している。ありがとうございます。